秋田慎一は日本の俳優である。本名同じ。サイレント映画の時代に、松竹蒲田撮影所、番妻、立花、ユニバーサル連合映画、牧野プロダクション等が制作した現代劇に主演した、線の細い二枚目スターとして知られる。1899年11月25日、東京府東京市京橋区南新堀に生まれる。 実家は酒問屋であったとも、醤油問屋であったともされる。青年月日については、初期の資料である、日本映画年間大正13.4年には、明治32年10月20日と記されている。育った町内にあった、旧制、中央商業学校に進学、同学を卒業した後、1920年に、小林木三郎が代表を務める帝国工業に入社した。 その後、田中金之が1922年に、小竹鎌田撮影所を退社して設立した、田中金のプロダクションに移籍。1923年9月1日の関東大震災後には、帝国キネマ園芸に入社、同社が国際活営の菅野撮影所を、帝国キネマ園芸東京撮影所として制作した山語らずに出演しており、同作が記録に残る最初の作品である。 同年、小竹蒲田撮影所に入社、1925年9月25日に公開された一神寺の百人山で主演している。日本映画年間大賞13.4年によれば、当時の趣味は登山、愛読書はエミール・ゾラの小説や総合雑誌、改造であった。1926年9月、米国のユニバーサル映画と契約を結んだ、京都、 渦政のバンドをつまブロープロダクションが設立したバンツマ、立花、ユニバーサル連合映画に同年入社、1927年6月10日に公開された港の明かりでは主演した。同作と同時期にバンツマ、立花、湯は契約が解消されたため、秋田はバンドをつまブロープロダクションが制作、1リッター商店が配給。 同年8月に公開した夜の改心誌に主演したのを最後に渦正を去った。渦正の時代は自宅の2階を友人たちに解放するなど見た目の繊細さに似合わぬ人の良さ、おおらかさに定評があった。同年東京に戻り東京シネマ商会の文化映画等に主演し再び京都に戻って1928年牧野正造が主催する。 牧野プロダクションに入社した。1929年7月25日、牧野正造が亡くなり、同年9月に牧野正弘を核とした新体制が発表になると、秋田は、嵐、冠三郎、荒木忍、南光明、根岸東一郎、谷崎重郎、坂東三江門、市川米十郎、東郷久吉、市川畑也、実川露願、桂武夫、 市川晋造、津村博沢田敬之介、河津聖三郎、小見国夫、小金井正、岡村雄らと共に、俳優部団優に名を連ねた。その後、新体成果の巻のプロダクションは、財政が悪化し、1931年4月以降、制作が停止する。同年3月27日に公開された、背広の矢路北に主演したのを最後に、 秋田は同社を退社する。同社でも現代劇に多く出演したが、同社の現代劇の脚本を多く書いた、八田直行と親友になった。同社解散後、同社の監督であった、金森番章が設立した、協立映画プロダクションに参加、1932年5月1日に公開された、魔の上海に主演したり、牧野の俳優であった、 津村博士が設立した台湾プロダクションが同年に制作した偽人クレオトリに主演したりしていた。1933年、日活渦政撮影所に入社、記録に残る同社での最初の出演作は、同年3月8日に公開された早急の門で以降、脇役に回る。同社でも多く現代劇に出演、八田直行の脚本作にも多く出演した。同時、 同撮影所では、東京からキャリアが始まった者たちの、東京会という仲間がいて、秋田、八田のほか、牛原宇都彦、三浦光を、林千歳、犬塚みのるらが参加したという。1934年、東京に日活玉川撮影所が開業し、現代劇部は東京に移転、秋田も玉川撮影所に移動になる。1935年3月、 小竹蒲田撮影所を退社した重修務が設立した東京発生映画製作所に移籍この時、八田直行を重宗に紹介し、八田は同社の企画脚本部長に招かれている。満37歳の誕生日を目前にした1936年9月23日に公開された時代劇検診旅ご読みに半主役で出演したが、 同作以降の出演記録が見当たらない。岸松尾によれば、同時期に、発田が退社し、発田が辞めるならば、自分も辞めると同社を退社したとのことである。以降の消息は不明とされていたが、都新聞1941年10月8日付の新聞にて10月4日に数え年十四歳で、亡くなったと報じられている。二千九年三月には、秋田が主演した。 三笹光太のロケーション撮影を行った鳥取県東白郡三笹町に同作の制作80周年を記念して秋田と相手役の岡島松也子の姿をモチーフにしたモニュメントが完成した。三笹光太出演時のスチル写真。左は相手役の岡島松也子。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名及び 東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。制作は帝国キネマ演芸東京撮影所、配給は帝国キネマ演芸。 サイレント映画である。すべて制作は、松竹蒲田撮影所、配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画、配給は、ユニバーサル映画、すべてサイレント映画である。特筆以外の制作、配給は、東京シネマ紹介、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 牧野プロダクション五室撮影所、配給は、牧野プロダクション、すべてサイレント映画である。サイレント映画である。サイレント映画である。特筆以外すべて制作は、日活渦正撮影所、配給は、日活、特筆以外すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、日活玉川撮影所、配給は、日活、すべてトーキーである。 すべて制作は東京発生映画製作所、配給は日活、すべてトーキーである。ありがとうございます。